はい、皆さんこんにちは、ナワリ寿司です。今日はお店の中で撮影をしていきたいと思います。今日はね、このノバラ、このノバラを使ったアレンジメントを皆さんに紹介します。結構ね、まあ、使い方がわからない方が多いのでやっていきたいと思います。では、行きましょう。どうぞ。はい、この器を使ってアレンジをしていきます。では早速始めていきます。少しこう野原を溜めてラインをきれいに整えます。大きさに関しては飾る場所ですね、飾る場所、飾る場所に合わせて大きさを決めます。で、ここでモンステラを入れていきます。次にこの硫化電灯を入れていきます。次に赤いアンセリウムを入れます。正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなかこうノバラのね、最初のこうカットの仕方と刺し方とかがポイントだと思います。まあ、最初からこっちで撮影しろよって思ってると思います、思いますが、フロアキーです。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.